ハイプレボルドーマ野球人です。 DeNA 佐野が国内FA権取得、一塁最高補が渋滞で攻守の可能性に大注目ということでございまして、はい、今回は DeNA の佐野選手、もう長年ね活躍している主軸バッターでございますが、彼がね先日国内FA権を取得、まあ去年からなかなかね状態が上がらないというところはありましたが、今年は7月に入ってぐんぐんね状態が上がってきております。まあ打点のシーズンというところで、さらにですね DeNA は一塁と左翼の候補、まあここがね結構渋滞しているんじゃないかっていうところも言われておりますので、もしかしたらね攻守の可能性もあるんじゃないかっていうところがたびたび言われている選手でございますので、しっかりと見ていきたいと思います。まずは記事からチェックしていきましょう。はい、 DeNA 佐野が国内FA権取得。 DeNA 佐野啓太外野手が21日国内フリーエージェント権を初取得。16年ドラフト9位で明治大から入団した佐野は、持ち前の打撃センスを武器に通算787試合に勝し、通算打率2割9分2厘、86本塁打をマーク。20年は首位打者、22年は最短打、20年22年はベスト9を獲得。佐野は球団を通して今日まで支えていただいた多くの方々に感謝しています。今はシーズン中ですので、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。そしてこれから先も感謝の気持ちを持ってプレーしていきたいですとコメントしたということになっております。はい、というわけで、まあ佐野選手がね国内FA権を取得、通算ね8年目での取得というところになっておりまして、大卒としては結構早いタイミングで取れたんじゃないかなというところでございます。まあ当然ねシーズン中ってところで行使するかどうかっていうのはね明言しておりませんが、こうそれでもね一つ節目のタイミングにはなったんじゃないかなというところでございます。ではまあそんなね佐野選手でございますが、どういう選手か成績かっていうところしっかりとチェックしていきましょう。はい、佐野啓太選手、プロ8年目、出身地は岡山、1994年、11月28日まで29歳、178センチ、88キロ、ポジションは外野ファースト、右投げ、左打ち、2016年ドラフト9位指名の選手、今季の年俸は1億5500万円、ドラフト9位と下位指名ではありましたが、1年目から打撃を高く評価され、開幕1軍入り、その年に結果は振るいませんでしたが、3年目に大好調で、主要試合を増やすと、4年目は一気にレギュラーを獲得、首位打者を受賞、さらに21、22年も好調で、3年連続、打率3割をマークするなど、セリーグを代表するスラッガーに成長。しかし昨年はやや状態を落とすと、終盤に右有効骨骨折となり、そのままシーズン終了となっていたということでございます。はい、この佐野選手、明治大からね入ってきておりまして、ドラフトの順位は9位とめちゃくちゃね下位指名ではあったんですよね。まあただ打力っていうのは早くから評価されておりまして、4年目に首位打者で、6年目にはね最多安打も獲得しているタイトルホルダーでございます。で通算見ていくと、昨年までは703試合で2割9分2厘、2380打数の696安打82ホーマー、 OPS 0.806 と、こうしっかりね高打率をマークしている選手でございまして、 OPS もね 0.8 を超えている、もう本当に優秀な左バッターかなというところではないでしょうか。まあただ去年ですよね、一軍成績見ていくと、141試合で2割6分4厘、560打数で148安打13ホーマー、 OPS 0.711 と、まあ去年はですね少し成績を落としてしまっておりまして、 OPS は 0.7 台前半、まあ決してねめちゃくちゃ悪いっていうところではなかったんですが、ただ彼本来のね状態からすると物足りないっていうところはありましたし、まあ、特に守備力がね高くない選手っていうところもありますんで、当分ね打撃で状態が上がらなければ割と厳しい意見っていうのも多かったのかなというふうに思います。でそういう中で今季はオープン戦15試合で3割4厘、46打数の14安打1ホーマー、 OPS 0.768 と、まあ、去年の終盤にね有効骨を骨折しておりまして心配されておりましたが、まあ、無事いい状態でオープン戦をこなしておりまして、まあ、今シーズンも開幕スタメンというところになっております。でそんな佐野選手ですね、ここまでの成績はっていうところで見ていきましょう。はい、では今季成績ですね見ていきましょう。佐野選手今季1軍成績見ていくと、3月4月は105打数の24安打0ホーマー、打率が2割5分3厘、出塁率が3割2分4厘で OPS 0.597、まあ、3月4月はね去年に続きあまり状態は上がっていなかったのかなというふうに思います。まあ、特にホームランがね0っていうところもありましたし、長打っていうのがほとんどなかった月でございました。まあなんでちょっとね有効骨骨折の影響もあるんじゃないかっていうところも言われておりましたが、でまあただね5月に入ると92打数の23アンダー2ホーマー、打率が2割5分で OPS 0.723 と、5月に入るとホームランもね2本出てきておりまして、長打も出てきだしておりました。まあなんで長打率もね4割を超えておりまして、 OPS は 0.7 台と、まあ徐々に本来の彼のバッティングがね戻ってきてはいたのかなと。で6月は60打数の16アンダー1ホーマー、打率2割6分7厘、 OPS 0.685 と、まあまたね6月はそこまで長打が出なくなったよというところはあったんですが、7月ですよね、今月に入ると75打数の28アンダー2ホーマー、打率が3割9分4厘で、長打率が5割9分2厘、
オーベス 0.992 という成績になっております。はい、まあ、今月はね本当に絶好調というところでございまして、まあ、打率は4割近く打っております。でホームランもね2本打っておりまして、長打率も6割近い数字、まあ、なんでオーベスもね 0.992 圧倒的な成績を残しておりまして、 DeNA 打線を引っ張っている一人でございます。まあなんで本当にね今現在頼もしい存在になってくれているのかなっていうのが今月の佐野選手で、計見ていきますと318打数で91安打5ホーマー、打率が2割8分6厘でオーベス 0.738 という成績になっております。で昨年同様にね今シーズンもスタートは長打が出て苦しんでおりましたが、強い当たりも増えていっておりまして、7月はですね ISOP 長打率低い打率も 0.197 と優秀なね数字を記録しております。まあやっぱね去年から長打っていうのが減っていて、でさらに有効骨もね骨折してしまったっていうところもあったんで、まあその辺はね心配されておりましたし、まあ現にねまだホームラン5本しか出ておりませんが、まあでも7月はねぐっと上がってきておりましたし、この状態が続けばもっともっとね成績も上がっていくんじゃないかなというふうに思いますし、で OPS はね昨年とそこまで変わらないんですが、まあただ今シーズンはめちゃくちゃ打低というところもあります。傾斜度で見ると去年よりねぐんと上がっておりますし、まあリーグ平均をね大きく超えている数字を見せております。まあなんで見た目以上にねしっかりと打っているというところはありますし、でさらにキャリアを通じて投手の左右で成績に差がないという部分もね彼の特徴かなというふうに思いますし、まあ右であっても左であってもしっかりと打てる、まあちょっとね今シーズンは150キロ以上の速球の対応というのに若干苦しんでる部分はありますが、とはいえねどのピッチャーでもしっかりと対応してくる部分はさすがでございますし、こう復活の兆しを見せていると言ってもねいいんではないでしょうか。でそんなね7月好調の佐野選手でございますが、先日7月21日国内 FA 権を取得、一軍登録がね145日×7、これに満たしたというところでついに取得ということになっております。まあ前々からね今季中に取れるというところでありましたが、まあようやくというところになっております。ではねここからは佐野選手の FA についてお話していきましょう。はい、では佐野の FA っていうところで見ていきましょう。まずね FA のランクっていうところを確認していくと、各球団ごと日本人選手の全球団の9年俸順上位3位までをランク A、 4位から10位までをランク B、 11位からをランク C とランク付けされ、ランク A と B の選手が保証対象選手となります。まあなんで11位以下のねランク C の選手、ここが保証がいらず近年ね人気になっているジャンルでございますが、まあその辺を踏まえて佐野選手のランク見ていきますと、 DeNA ですね日本人の年俸を見ていくと、1位はね山崎康明選手と筒香選手ともに3億円で、3番目に牧選手が2億3000万円で、宮崎選手が2億円で、佐野選手は5番目ですね1億5500万円ということになっております。まあなのでランクは B でございます。人で故障は当然あり、人で故障ありの場合だとですねプラス6200万円の金銭、なしの場合だと9300万円の金銭が発生するということになっております。まあなので彼をね獲得するとなれば当然ながら保証は必要になってくるよということになっております。まあこの辺は仕方ないですし、それでもね欲しいっていう球団は出てくる可能性は全然あるのかなというふうに思います。でさらにですね佐野選手 FA のね講師が注目されている背景には、 DeNA のファーストレフト、ここの選手事情っていうところがありまして、まあまず筒香選手をね3年契約で獲得、まあ今はね骨折で離脱をしておりますが、ホームランもねしっかり放っておりまして、今年含め来年再来年と活躍に期待がかかっております。まあまず彼とねモロポジションっていうのが佐野選手被ってしまう。でさらにタイラーオースティンですね、彼も今シーズンめちゃくちゃ活躍を見せておりまして、来シーズンのオプションというのもねこのままであればおそらく行使は可能、まあ、なんでファーストのポジションも埋まるんじゃないかなというところもあります。でさらにですねマイクフォード、彼もね獲得しておりまして、さらにファーストのデプスっていうのも埋まってきているというところになっております。でプラスですね若手外野手渡来選手や梶原選手、海老名選手ら数人のね台頭も光っているというところもありますし、ちょっとこう外野の新陳代謝っていうのも進んでおります。まあなんでその辺をね考えていくと、来年以降も佐野選手レギュラー確約っていうところではないでしょうし、状況によったらね他に行った方が安定して出番がもらえるんじゃないかなっていうところもあります。まあなんでその辺も含めて後者あるんじゃないかというところもねたびたび言われてきている佐野選手でございますが、まあ今後ねどうなっていくか、今シーズンの活躍でさらにオフのね去就っていうところ要注目の選手の一人かなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上ですね。最後ネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。佐野 FA するかはともかく間違いなく宣言はするよね、そこで宣言残留認めてどこまで勝負できるかということで、はい、そうですね、やはりね佐野選手に関しては昨年オフ単年契約を結んでいたっていうところもありますし、先ほど言った通りちょっとポジション的にも他の選手を被るというところもありますんで、とりあえず他球団の意見を聞くっていうところも含めて宣言をねする可能性はあるんじゃないかっていうのも言われてますよね。まあ去年もね石田選手が FA 宣言して
結局残留っていうケースもありましたが、出ていくにしてもね、残るにしても宣言をねするんじゃないかというところは想定できますし、まあそこで DeNA がねいい契約出して残るっていうところも全然可能性はあるのかなというふうに思います。まあただやっぱね、筒香選手にも高いお金を出してますし、オースティンもね残るとなればまたかなりの金額になります。まあ他の選手とも複数年契約をねたくさん結んでいるという状況でもありますんで、まあ資金面的にねそこまで無理しない可能性もやっぱねあるんじゃないかなというところでございますんで、まあどこまでその選手にね残ってほしいか、誠意を見せるのかっていうのが少しわからない部分でもありますよね。でやっぱその辺に関してはね、ファンの間でもいろいろ意見は分かれてくるところなのかなというふうに思いますし、まあ守備面に関してねどうなのっていうところも実際ないわけではないですし、まあ今年はね結構頑張ってますし、ファーストに関してはねそこそこ上手いよっていうところもあるんで、使い方次第ではっていうところでございますが、まあただ実際ねチームの編成的に今後フィットしていかなくなる可能性もあるだけに、その辺の選択っていうところはギリギリまでね球団もファンも悩ませるところなのかなというふうには感じますが、で一方こちら見ていきましょう。佐野が FA すれば人気出るだろうね、巨人か地元の広島か、それともパリーグ球団かという、はい、そうですね。でまあ佐野選手ね、やっぱ FA すれば結構人気が出るんじゃないかっていうぐらいにはね打撃の状態も上げてきましたし、まあ特にですね今シーズンに関してはちょっとね目玉となる選手が割と不調っていうところもありますんで、相対的にその辺の評価も上がってくる可能性もあります。で打点の環境っていうところもね加味すれば手を挙げる球団もねいくつか考えられるのかなというところでございます。で結構言われてるのがね巨人とか来るんじゃないかなっていうのも言われてますし、まあ今ねレフトが埋まっていない状況で、さらに岡本選手がねもしかしたらメジャーに行ってしまう可能性もゼロではありません。で大城選手もね FA を控えているというところもあるんで、岡本がメジャーに行って大城が FA すればですね、一気にこうレフトファーストっていうところが薄くなってしまうんで、そうなればね佐野に来るっていう可能性も高くはなりますし、であとはね地元に近い広島、ここも長距離バッターっていうところはそこまで多くありませんので注目ではありますよね。であとはね守備がそこまで上手くないっていうところも考えれば、 DH を使えるねパリーグの方が需要があるんじゃないかっていう見方もできますし、まあこのままねいい状態でシーズンを終えることができるんであれば、やっぱねその辺は人気出そうなところになってくるんじゃないかなというふうには感じます。まあなんでもしね FA 行使して出ていくというところがあるんであれば、こうドイツリーグのね球団は避けてほしいなというところはありますし、ちょっとまあその辺もねシーズンオフ近づいてくれば各球団の動向っていうところ注視していかなければならないのかもしれません。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。